はい、おはようございます。今ですね、オンヌットのドミトリーを出まして、これからですね、エガマイのカブハウスにね、ちょっと顔を出したいと思います。でもなんかですね、カブハウスはスーパーカブは対象でないと、対象でないっていう意味がちょっとわからないんですけども、まあ見に行くことは多分できると思うんですが、はい、まあ、マスクをねしてますから、まあ、ちょっとね声が聞こえづらいかもしれませんが、ご了承ください。それでですね、カブハウスにちょこっと、まあ、顔を出しましたら、バンコクのですね、あの有名な、モトブロガーに、ですね、会いに行く予定になっております。はい。じゃあ、いろいろね、スーパーサブのについてね、お話を聞いてみたいなと思います。はい。いや、日曜日なんでね、福井ビート通りも空いてますね。はい。韓国のですね、元ブロガーさんとは、中華街の方ね、クアランプールの方でお会いすることになっております。はい。はい、プラカノンにやってまいりました。まあ今日はどんよりしてますね。はい。ですからまあ、涼しくね、走ってる感じですね。はい。カブハウスはですね、バンコクはこの辺りだとエカマイとシーナカリの方にあるのかな。はい。今日はですね、エカマイの方のスーパーカブに、カブハウスにね、行きたいと思います。はい。エカマイ通りもあのガラス好きですね。ガラガラ。平日じゃ考えられないですね。いや、曇りだから気持ちいいな。100メーターぐらい先の左側にカブハウスがあります。はい。スーパー
パー株が対象でないっていうのは部品とかそういうものがないってことなのかな。まさかスーパー株お断りとかないですよね。スーパー株の人は、入っちゃダメよみたいな、安いから、車体が安いから入っちゃダメですよなんてないですよね。お、うん、どこだ、左側にありました。左側にカブハウスがありました。あそこです。あそこに、左にカブハウスがあります。クアランポーの方へ到着しまして、こちらのですね、カブ見てお分かりでしょうか。カブが2台止まっております。はい、株主のバンコクのですね、株主の有名な方といえば、はい、この方でございます。どうも侍さん、お世話になります。お疲れ様です。いよいよ株主になりました。でですね、侍さんに T シャツをいただきました。ありがとうございます。はい、これ何屋さんなんですか？ここはね、はい、天津なんですけど、あ、今、ね、天津の、はい、天津っても結構もう工場で作ってるんですよ。はいはいはい、はい、作ってそこから買ってやってるんですけど、ここはね、はい、上で作ってるんですよ。中華街でも数少ない、はい、自分のところで天津を作ってる。ああ、ここはね、本当安いし、あの、いろいろおすすめですよ。そうなんですね。実はね、月に2回ぐらいは必ず来てす。すごいですね。結構ね、この後もね、この近くなんかは、あの、おしゃれなカフェとかもいっぱいあって、はいはい。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。今日はね、こちらで、ランチをしてね、ペッチャブに行きたいと思います。はい。ちょっとこれ、こっちを押せましょうか、少しだけ。あ、はいはい。マイクが出入り。これが、侍さんの、最近ですよね、追加したのが。まあ、本当は最近じゃないんですよ。ずっと隠してる。なるほど。これは美味しそうですね。すごい。なんか誰がいい？アロイ。ここは何が？どこ？ティーに。あ、なんか誰か。オッケー。オッケーオッケー。これいる？いや。食べてみたいと思いますが、うん。今レオは。ああ。うん。おいしい。なんていう名前ですか？コイスイミーって言うんだけど、コイスイミーって言うんですよ。コイスイミー、そうだけど、なんだろう、あんかけ豚料理ですか？あんかけ、あんかけ、あんかけそばみたいな感じ。ぶっかけそば。あ、これは美味しそう。こちらのね、お店がですね、クアンセウキーっていうね、クアランポンから、そばのお店でございます。Google マップでですね、場所は、お伝えしておきますので、ぜひともね、来ていただければと思います。いやー、めちゃ、あんかけ焼きそばみたいのがめちゃくちゃうまかったですね。はい、でこれからですね、サムライライダーさんと一緒に、少しね、カフェを回ったり、ホランポーンのですね、周りを、ドライブしたいと思います。いやー、カブについてね、食事しながらいろいろ聞けたのでね、非常に良かったです。はい、
ね、とりあえずあの手のお花のところ行った方がいいよね。はい、以前ね、マークしていたお店にね、カフェに来ております、はい、やっぱり土曜日で結構な人ですね。あーすごい。今ですね、侍さんと、鉄道博物館の方にね向かっております。はい。まあフォアランポーンはね、新しい駅からほぼほぼ列車は移動してしまいまして、こちらまだ少しはここから出発してるのかな？アナウンスが流れてるってことで、はい。今日はですね、一日。侍さんとですね、株デートでございます。はい、株デートでございます。はい、まだですね、はい、こんな感じで鉄道はね、ここからも出発しております。はい。全部ね、移転する日が来るんでしょうか。はい、侍さん、今日は一日ありがとうございました、おじさん対株デートが、取れ高もバッチリでもう一本動画が作れます。ありがとうございました。さっきあのなんだっけな、フルーツパイを自身二人が一緒につつく姿がなんかちょっとブルーでしたわ。いやいや、いいじゃないですか。うん、またじゃあ、少しね直していただいて、またはい、またちょっと近いですね、はい、別の方で行くかもしれないです。わかりました。また遊びましょう。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。いや、今日は一日ね、侍さんに株のいろはをいろいろ教わりました。いや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 、でもさすがですよ。うん、また株のいろはとか言っていいな。俺未だにちょっとお腹いっぱいなんだけど。いや、お腹いっぱいでしたよ、ほんと。はい、じゃあまた引き続きよろしくお願いします。はい、また動画楽しみにしております。はい、ありがとうございます。どうもー。